兵さん、兵が出るの。いや、どーれ、一休みするか。していてくれよ。いやいや、お父上と一緒にいたいの。カオル、わからないことを言ってはダメ。戦が始まるとたくさんの人が死ぬし、せっかく作った田や畑がめちゃめちゃに潰されてしまうんだよ。だからお隣の国へ戦をするのはやめましょうという大切な手紙を持っていくんだよ。
入りに。ならないのは私だ。もしあなた方の助太刀がなかったら、私は殺されていたかもしれん。獅子丸と言われたな。はい。私はここに戦をやめるための大切な手紙を持っている。私にはこの手紙を届ける役目がある。そうだったのですか。獅子丸殿、私を襲ったあの怪しい奴らは一体何者だろう。魔王ゴースの手下です。魔王ゴース。はい。できたな。春霞、春霞、のどかなり春霞。物あれど人影見えず、妙なところへ来たものよ。
ノ殿たちは魔王ゴースンと日本中に散らばったゴースンの配下を倒すために。はい。沙織殿、小助とやら。なんだおじさん。幼いのに偉いな。おじさんも偉いよ。だって戦をやめさせるために命を懸けてるんだ。おいら戦は大嫌いだ。だって夫もおっかも戦のために死んだんだもん。そうだったのか。おじさん、その手紙きっと届けてね。きっと。約束するよ。シナルさん。お、さっきのやつだ。あなたには大切な役目が。先に急いでください。物を尋ねるが。おお、これは死で捕まつった。見ぬからに小憎らしい小僧を連れた旅の者を見かけませんでしたか。小憎らしい小僧。ああ、可愛い男の子を連れた若い男と女なら、あの地蔵のところで別れたな。お、それだ。あ、この先に妙な奴がいる。気をつけて行け。助けた俺の金はまたいずれもらうぞ。しかしこんなものにかかるとはまだまだ修行が足らんな。シマルはどうしたんだ。般若忍者を追って行ったよ。何、しまった、そいつは罠だ。その時、お前は死ぬ。でも、だいぶ貸しができたようだな。ありがとう。だがどうしてここへ。それは俺の地獄耳だ。村で化け物たちの話を聞いて、こいつは金になるなと思ったんだ。化け物たち。しまった、密使が狙われている。待て、密使。
じゃあ途中で会った侍のことかな。それだ、その侍が大事だ。グズグズしておれんぞ。うん、スケ、笛だ。ミッション。
密書です。